カービィです。ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうも、2017年、運を使いすぎてちょっと怖くなってきたヒカキンです。ローソンで星のカービィ25周年の一番くじ始まったんですよ。で、僕は初日に行って、1回620円のくじなんですけど、10枚買ったんですよ。そしたらね、神引きしました。それではお見せしましょう。今回当たった10個こちら。めっちゃ神引き。やべ、一番くじとか買ったの超久々だったんですけど、大丈夫かなってぐらい当たっちゃいました。まずこれこれ。これ一番当たりです。A 賞、大きなカービィぬいぐるみ。超でかいよこれ。やべえ、あ、ふわふわだ、やべえ。私ヒカキン今28歳になりましたけど、カービィ25歳。お前もおっさんやな。僕元祖カービィから遊んでたから、超嬉しいよこれ。やべえ、なんか吸い込んでるねこれね。ってなってるね。これ伝わるかな、ほらほら、こんな感じ。ちょっと跡がつくようなこのふわふわな感じ、やばい。ビヨーン。ビヨーン。カービィの背中ってやばいなこれ。ガタイ良すぎだろこれ。はい、というわけでこれが、目玉だね。 A 賞でした。次 B 賞は当たんなかったんですけど、これだよ。 C 賞も当たったんだよ。これバスタオルだね。よっ。いやバスタオルって使うからね。あー懐かしい。やべ、超懐かしいこれ。ちょっとこうスクロールしていきますね。こう来て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 、あー、この雲懐かしい。でこう来てこう来て、長いなこれバスタオル。はい、こんな感じか。いやすごいなこれ。はい、次 ABCD で、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 ではない、で、でが丸、 A が丸、え、あ、で、あった。実はね、僕めっちゃ欲しかったのね、これなんですよ。いきますよ。じゃじゃん。これわかります？この敵キャラはわかるでしょ。なんだっけね、これなんかカービィの顔が違うって思ったでしょ。元祖カービィの顔これなんだよ。でね、25年の時を経てこういう顔になったわけよ、可愛く。でもね、これも可愛いんだよ。やべえこれ、青春だ青春。星持ってる、ほら。まあアニメとかもさ、こう何年も経つと絵が変わってくるじゃん。クレヨンしんちゃんとか名探偵コナンとかドラえもんとかね、それと一緒だよね。これが元祖カービィなんだよ。いやー、かわいい。で、この子カービィに引けを取らないくらいかわいい、雑魚キャラね。次、E賞、これだ。これまたいいわー。 E 賞、これもですよ。こっちが最新式な感じで、こっち元祖な感じ。これ完全にゲームボーイの時のね、あのデザインだよね。これ空飛んでる時の、カービィは音楽もいいんだよね。これ結構柔らかい。で、裏がね、対照的な感じ、白と黒だね。どっちもいい。リュックにつけよ。はい、そしてこれも欲しかったんですよ。これ F 賞です。 FF コップです、コップ。でね、このコップがね、ネットでもちょっと話題になってたんですけど、こういうとこでやれば見やすいかな。よいしょ、ほら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 、見てこれ。で、僕がやりたかったのが、はい、これですよ、これ。いちごオーレ入れるとこれカービィになるんだよ。そうそうそう。さあ、洗ってきました、いきます。
最高だねこれ。乾杯。ちょっと待って、うわーこれ下丸いんだけど、なんか置いてもグワングワンってなる。なにこれなにこれ、安定感ゼロ。ほら、これ大丈夫かな。で最後は G 賞だね。これ3つ当たりました。ハンカチだね、ちょっと大きめなハンカチ。うわーこれやべえな、これやばいよね。初代のゲームボーイってさ、画面こういう色だったんだよ。これオープニングだよね、やば。あ、これもやってたな。これいろんなね、技を持ったカービィのリストみたいになってる、懐かしい。で最後はこれ25周年のデザインだね。いや素晴らしい、リュックにつけよう。はい。やっぱ何気こいつがお気に入りです。一応ね、今調べてみると、4月26日から順次発売で、多分なくなり次第終了だと思うので、ローソン、書店、ホビーショップ、ゲームセンターなどって書いてあるんですが、詳しい情報がなったホームページ、動画の概要欄に載せておきますので、星のカービィ好きな方、ぜひ。いや、なんか任天堂スイッチでも出てほしいよね。なんか 3D のカービィとかね。突然ですが、皆さん、チャンネル通知ってオンになってます？チャンネルページに行くと、ちっちゃいね、こう、ベルマークがあるんだよね。それをオンにしとくと、このヒカキン TV で動画がアップされると、通知が来るようになるので、よければぜひ、ベルマーク押してみてください。チャンネル登録はここをポチ。よければグッドもぜひ、Twitter、Instagram もやってますので、よければ概要欄からフォローお待ちしてます。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム！いきますよ！最初はブンブン、じゃんけんポン！バイ！